藤井律子は、日本の政治家、看護師。山口県集南市長。元山口県議会議員。山口県徳山市生まれ。旧姓は有吉。1972年3月、山口県立徳山高等学校卒業。1975年3月、広島大学医学部附属看護学校卒業。同年4月、広島大学原爆放射線医科学研究所。 臨床外科病棟の看護師となる。1979年5月、藤井誠と結婚。2001年9月、山口県議会議員だった夫の藤井誠が死去。その後継として2003年4月に行われた県議選に立候補し初当選した。県議時代は自由民主党山口県連の総務会長、副会長などを歴任した。 2018年11月19日、徳山動物園リニューアル、北園広場集計工事の条件付き一般、競争入札で、完成談合があったとして、職員課長と業者が逮捕された。事件を受けて、市政刷新を求める支持者の声に押され、2019年1月下旬に市長選への出馬表明をした。同年4月21日に行われた、 市長選で現職の木村健一郎との一騎打ちを制し、初当選した。5月25日、市長就任。当日有権者数118,946人。最終投票率48.51%。ありがとうございます。